そうですね、県外の人は長崎の坂の多さを嫌っていう人が多いんですけど、住んでみたらその坂の下から見る景色がとても素敵だなと思うようになると思います。まあ、外から引っ越してきた人たちにも優しく接する人柄の方が多いことは事実ですし、もし道がわからないとか何か困ったことがあっても、最初は他人でも優しく接してくれる人がとても多い町だと思うので、安心して長崎に来ていただきたいと思います。長崎だとやっぱりちゃんぽんとか皿うどんとか、あと中華街の中華とか結構美味しいのでおすすめですね。長崎大学医学部のある坂本キャンパスは長崎市の中心部にあります。長崎市は浦上天主堂や大浦天主堂をはじめとした教会群などキリスト教文化が深く根付いた町です。メガネ橋、オランダ坂、グラバー園、平和公園など観光スポットも多数あります。交通では路面電車が非常に発達しており、市民の重要な足となっています。長崎は香港、モナコと並ぶ新世界三大夜景の一つに数えられ、近くにある稲佐山公園などからその美しい景色を眺めることができます。長崎の景色は長崎港、そして五島列島の島々、東シナ海へと続いていきます。長崎は常に海外を向いているのです。大学敷地内に目を向けると、良純会館資料室、附属図書館医学文館内にある近代医学資料展示室、医学ミュージアムには熱帯医学ミュージアム、原爆医学資料展示室があります。新たに建設されたゲストハウス、講義室、被爆では、これ実験で送る発芽の証明、これどれが正しいかちょっと丸をつけてメモを作っておいてください。学習室、グラウンドなどもあります。さらに長崎大学病院のほか、熱帯医学研究所、原爆後障害医療研究所、先導生命科学研究支援センターなどの関連施設もここにあり、入学時からの実践教育を体現しています。長崎大学医学部の歴史は安政4年1857年11月12日、オランダ軍医ポンペ・ファン・メール・デルフォルトが以前の県庁所在地に医学伝習所を開設して、幕府医官松本良順をはじめとする12名にオランダ語による医学講義を始めたことを起源とします。続いて文久元年1861年に日本最初の近代的西洋式病院を敷設した医学校、小島養生所が開校されました。現在その遺構が発見されています。長崎大学医学部はポンペの言葉、
医師は自らの天職をよく承知していなければならぬ。ひとたびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のものではなく、辞める人のものである。もしそれを好まぬなら、他の職業を選ぶがよい、を見学の基本理念とし、深い医学知識と豊かな創造性、高い倫理観を身につけた医師及び医学者を育成することを目的としています。長崎大学医学部は世界で唯一の原子爆弾の被害を受けた医科大学として歴史に刻まれています。昭和29年1954年に医学部は新築されましたが、現在も長崎医科大学の旧正門は被爆当時のまま残されています。他にも敷地内には慰霊碑や記念碑が建てられて当時を偲んでいます。医学部のロゴマークに使用されている木はシーボルトの木と呼ばれ、中国から長崎に渡ってきた薬木です。原木の一部が長崎大学図書館医学文館に保存されています。大学の特色として国際的に開かれたグローバルな大学であることが言われます。学生の中には海外の大学で臨床を実習する人もいます。本学にも海外からたくさんの留学生が来ていますので、キャンパス内は非常に国際的な環境です。グローバルな気風のあるこの長崎大学で国際的に活躍できる医師医学者を養成したいと思いから、英語教育には力を入れています。コミュニケーション力を磨くために少人数での英語の授業を始めました。学生に 5,6 人ずつのグループになってもらい、海外からの留学生を 2,3 人チューターとして参加させ、このグループで医学に関する討論を英語で行う授業です。これからは海外から多くの方が来られますので、患者として受診する外国人も増えてきます。また海外に活躍の場を求めることもあるでしょう。その両方で必要になるのは、やはりコミュニケーションのための英語力です。まずは少人数のグループワークで将来必要になる英語の力を高めてほしいと思います。臨床においては長崎県の地域医療全般に幅広く貢献するとともに、離島における地域医療を支えてきました。高齢化や過疎化が深刻ですし、設備や人員も限られています。そのような環境の中で最善の医療を提供できるようノウハウを蓄積してきました。授業においても離島壁地医療学という寄付講座を作り、学生を教育しています。本学では様々な研究が行われています。基礎研究はここ基礎研究棟で行われています。長崎は江戸時代から世界に開かれた国際都市として機能してきました。一方で出島を経て外国からもたらされるコレラ、麻疹、天然痘、インフルエンザなど当時の新興感染症による被害も真っ先に受けてきました。長崎医学伝習所創立以来、コレラなど感染症の治療や予防がその教育・医療活動の重要な部分を占めていました。この感染症研究は現在では長崎大学医学部や熱帯医学研究所に引き継がれています。原爆後障害医療研究所は昭和37年1962年に原爆被爆者の後障害の治療並びに発症予防および放射線の人体への影響に関する総合的基礎研究を目的として設置されました。長崎大学医学部では
原爆後障害医療研究所を中心に国際放射線被爆医療に関する各種共同プロジェクトを推進しています。1990年から現在までチェルノブイリ原発事故医療協力や学術共同研究を推進し、人材交流をもとに着実な業績を上げています。近年、医学部と工学部が連携して研究にあたることも多くなりました。例えばアフリカでの熱病医療などにはきれいな水が手に入ることが重要な課題となってきます。そういった場合、工学部の協力なしでは限界があります。他にも様々な局面で医工連携が模索され続けています。初めの頃はもう本当に、いよいよ実習が始まるっていうことで患者さんを目の前にしたらガチガチになっていたんですけど、今もう実習が始まって1年くらい経ちまして、もう患者さんに進んでコミュニケーション取れるくらいには慣れてきました。患者さん自身の問診だったり、あとは身体診察、聴診器で音を聞いたり、そういった患者さんの生の情報に触れるっていうのがすごく楽しいです。一番思い出に残ってるのは、その救急の顔を回った時に救急搬送されてきた患者さんが、もう今にも亡くなるか瀬戸際の時に、もう医者の先生方も看護師もみんな焦ってる中で、この患者さんを何とかして救おうとみんな頑張ってるの、その姿がすごく印象に残っています。長崎大学病院は医療の現場を初期から学べる医療教育室です。最新の手術室や設備を使うことは学生の医療技術向上にも役立ちます。ダヴィンチもそういった設備の一つです。ロボットアームを遠隔操作することで手術を行います。これは長崎大学病院ドクターカー龍馬です。中央診療棟は最新のヘリポートを備えており、臓器移植、骨髄移植、救命医療などにも迅速に対応することができます。4年生までは座学で結構先生方がいらっしゃって教えてもらってて、で実習が始まったらまあ見学だけかなって思ってたんですけど、学生はそのちゃんとシミュレーションで実際にまあ任侠相手ですけど採血の実習をしたりとか、まあお互いに練習したりとかっていう、その実技をできるっていうのと、あとまあ臨床実際に仕事されてる先生方についてチームで実習させてもらったりするかもあって、そこで実際を見ることができてすごくいいなって思います。問診がすごい役に立つなと思います。もう実際の患者さんに自分自身でその先生がお話を伺う前にこうファーストタッチでお話を伺って、で鑑別診断とか、まあ、考えながら質問を考えて、で伺ってってすると、まあ、患者さんの生の声も聞けるし、で自分自身の勉強をしてないとやっぱりお話を伺う質問はできないので、それでその後先生の問診にも立ち会わせてもらうんですけど、その時にはこう聞けばよかったんだとか、まあ、すごく勉強になるし、どの科にも役に立つ実習だなと思います。ラウンジは研修医の話し合いの場です。
院内にはカフェやコンビニがあり、学生にとっても一息つける場所です。 DMAT とは災害派遣医療チーム、ディザスターメディカルアシスタンスチームを略した言葉です。 DMAT は災害が発生した時に早い段階で現地に入り医療活動を行う専門的なトレーニングを受けた医療チームです。長崎大学病院には複数の DMAT 隊員が在籍しており、東日本大震災や熊本地震でも出動し活動を行いました。長崎県には実に971もの島々があり、その数は日本一です。離島医療研究所では五島市に拠点を置いて離島・僻地医療の向上のために活動しています。学生は離島の病院や診療所での臨床実習はもちろん、漁船に乗って小離島に渡る出張診療に同行することもありますし、緊迫した急患のヘリコプター搬送を体験することもあります。長崎は古くから外国への玄関口として発展してきており、他の地域の人を自然に受け入れる土壌があります。そのため本学でも積極的に海外活動を推進しています。グローバルなセンスを身につけた医療人育成を目的として、海外の大学で基礎医学研究および臨床医学研修に従事できるプログラムを提供しています。開学の祖ポンペゆかりのオランダのライデン大学や、シーボルトの出身校であるドイツのビルツブルグ大学、放射線の健康影響についての解明で共同研究中の国立ベラルーシ医科大学、シンガポール国立大学、韓国のハーリム大学、プサン大学などが現在の派遣先となっています。海外への長崎大学病院の医療技術の輸出、アウトバウンドの動きとしてカザフスタンでの肝移植成功、海外の医師への指導などがあります。海外からの医療従事者の研修教育受け入れを行い、原爆後障害感染症などの研究を世界に広げています。また協定締結大学の医学生の教育なども行っています。長崎大学医学部の使命は、現代医療の幅広いニーズに対応できる人間性豊かな人材育成にあります。私たちは最先端の教育、臨床、研究を提供します。ぜひ長崎大学医学部を目指していただいて、地域医療や国際医療に共に貢献していきましょう。それでは長崎大学医学部を目指して頑張ってください。